この熱気が伝わるでしょうか。試合開始を前にスタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、湘南ベルマーレが清水エスパルスと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。 4-4-2 のフォーメーションです。2人のフォワードが縦に並ぶ形になっています。いよいよ試合が始まります。湘南ベルマーレボールのキックオフです。小林翔太、中川博人、ボールを持って上がります。ディフェンスが冷静に処理します。プレーは止めません。主審が流していますね。ドーグラス、これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターは失敗に終わります。ボールを奪われました。スペースに見事なスルーパス、キーパーが止めましたがボールは生きています。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。コーナーキック、ヘディングは枠に行きません。ディフェンスがいたので、自由にさせてもらえませんでしたね。見事なスルーパス、狙える位置です。これはいい位置でのフリーキックです。何をやってくるでしょうか。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。リードを奪うチャンスです。このシュートはポスト。最高のフリーキックだったと思いますが、運がなかったですね。松原浩、ボールは相手に渡ります。いい位置です。ボールは相手に渡りました。カウンターを狙います。上がっていけるか。カウンターからゴールを狙いましたがボールをキープできません。かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。いい形でゴール前まで持ってきました。
ここはインターセプト。しっかり予測していました。これは見事なインターセプト。ここはサイドへパスを出します。相手ボールになりました。ドーグラス、秋元がしっかり止めました。コーナーキックを蹴った。このコーナーキックは大きすぎたか。ボールを奪った。プレスが効いています。おっと、裏へ出した。フィニッシュまで持っていくことができません。高い位置でカットします。サイドから勝負に行くか。あと一歩というシーンでしたが、ここで潰されます。相手ボールになります。エウシーニョ、チャンスにできるか。シュート、ボールはキーパーの手の中へ。ゴールキックが直接相手ボールに。これはまずいぞ。このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。このファールで退場になってしまいました。しかも危険な位置です。これは決まってもおかしくありません。人数が減るのも厳しいですが、まずはこの守りが重要ですね。見事なフリーキックでしたが、キーパーこれは読んでいましたか。抜いてきたぞ。狙った、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。信じられません。一人少ないチームがついにリードを奪いました。人数の多いチームが逆にリズムを崩すことがありますからね。慌てずに落ち着いて戦わなければいけません。怪我をした選手がピッチを後にします。ゲームプランの変更を余儀なくされますね。中川ひろと、抜いた、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。チームが追加点を挙げ、選手たちも嬉しさを爆発させています。見事なゴールでした。まだまだ試合は動くそうです。監督の様子ですと、試合後のロッカールームは激が飛ぶ予感がします。ボールは相手に渡りました。福西さん、現在のような展開が続けば、チームは相手にリードを許したまま、見事なスルーパス。金子、まだまだ諦めてはいない様子です。期待しましょう。すぐに点も取り返しましたね。失点直後でしたが、うまく気持ちを切り替えて攻めました。違うアングルから見てみましょう。ボールは相手に渡ります。
ベルマーレが攻めに出ます。ここは中央の選手にクロス。これは狙えます。狙える位置です。同点ゴールか。ゴールです。ゴール、ゴール。2点差は危ないと言いますが、まさにこういうことですよね。しかし素晴らしい反撃です。ハーフタイム直前のいい時間に決めましたね。同点に戻したことで流れを引き寄せて後半に入れるんじゃないでしょうか。別のアングルからご覧ください。なんと同点。これは逆転も十分に考えられるでしょう。サイドが空いています。体を当てて取る。奪った。前半終了の笛が鳴り、ハーフタイムに入りますが、サポーターから激しいブーイング。同点のまま後半戦のキックオフ。リードを奪うのはどちらのチームでしょうか。金子翔太、ドグラス。リーグ最高の攻撃陣がここでも仕事をしました。1点のリードは大きいですね。さらに調子に乗ってきそうです。絶好のチャンスをしっかりと決めましたね。そこに至るまでの動きも素晴らしかったですね。いい選手です。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。菊池俊介、ここは縦をつくでしょうか。クロスを蹴るか。うまく攻めていたように見えたんですが、ディフェンスに攻撃を止められました。ここはカウンターアタックを狙うか。何を狙うのか。仕掛けてくるのか。これはよく見ていた。ここはシュートチャンス。ゴールの枠に。行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。シュートが外れた。チャンスを逃しました。うまく合わせましたが枠に行かなかったですね。ヘナトア・アウグスト、今日は彼の誕生日とのことです。金子翔太、エウシーニョ、いけるか。まだボールは生きています。ここはキーパーが抑えます。素晴らしいセーブでしたね。入ってもおかしくないチャンスでした。チームを盛り上げる最高の仕事だと思います。クロスを上げたい。ここはカウンターのチャンス。クロスが入るか。パスをこの位置で防ぎます。中へ切り込んできた。ボールには行っているか。
どうだ、コーナーキックを蹴った。このクリアは小さい。相手のマークがついていますね。ドグラス、キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやー、ファインプレーですね。中に入れた。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。いいボールを送りたい。ここからどうするのか。ここはキーパーが積極的に出ました。これは難しかったか。パスは通りません。ここはインターセプト。しっかり予測していました。プレスがかかりました。観客席から大きな声援が上がります。チームが1点負けているとはいえ、まだ追いつけると信じているんでしょう。菊池俊介、見事なパスカットです。さあどう来るのか。チャンスで、ギリ、ギリで対応。ボールはバーを越えた。ようやくやってきたチャンスにサポーターも声を上げています。入れば同点ですので、このコーナーはしっかり狙っていきたいですね。コーナーからエリア内へ。チャンスにはなりませんでした。いいプレスです。ボールを奪いました。中川大翔、これは見事に奪いました。いいところへ出した。ファーの選手を狙った。ここでゴールです。同点になり、試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力伯仲ですね。ガラ空きのゴールへボールを流し込んでいます。絶好のチャンスでしたね。こういうシュートは外しようがないでしょう。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。これはファールの判定です。カードはどうでしょうか。相手ボールになります。スペースに見事なロブパス。試合は終盤に入り、勝ち越しゴールを期待するサポーターの声援が熱を帯びてきました。さあリードできるか。ボールがこぼれました。クリアできるか。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。一旦下がって、これはよく見ていた。狙える位置です。これはナイスインターセプト。膠着状態ですが、ここで集中を切らすと一気に動くかもしれません。裏も見えていたのか。旗が上がっています。オフサイド。このオフサイドは非常に悔しい。さあフレッシュな選手が入ります。いいスペースにロブを出しました。ゴールキーパーがよく飛び出しました。ボールを抑えています。チョンテセ、ここからどうするのか。前でインターセプトした。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。イエローカードが出ます。軽率なファウルは避けたいですね。
監督も怒っているようですね。もう少し落ち着いていけと言いたいのではないでしょうか。ここで試合終了です。いやサポーターから激しいブーイングが起こっています。福西さん、これは退場の判定に対するものでしょうか。はい、あそこで選手が退場になったことが試合の結果に影響を与えた。サポーターはそう感じているんでしょうね。